ローズヒップオイルの後にクリームを塗ります。こちらはモイスチャライジングクリームと言います。女性誌にもすごく多く掲載されているもので、栄養分がすごくたっぷり含まれてます。してるのがすごくわかります。すごくしっとりしてます。さすがローズヒップオイルやアロエベラなど植物エキスがたくさん入っているので本当にしっとりします。最後にエブリシングバームというバームを入れていきたいと思います。これは、蓋をする意味もあってすごく保湿がしてくれます。最初は硬いんですけど手に取って柔らかくしてあげて顔に塗ったり体にも塗ってもらいます。シアバターが入っていないのですごくさっぱりとしたバームになります。赤ちゃんでも使ってもらえるぐらいすごく優しい。